皆さんこんにちは、シューボンキノコです。今日から待ちに待った青鬼レースが、再開されます。4月28日に実装されたものの、不具合があって、約1ヶ月休止になっていました。それがようやく今日から再開されます。楽しみですよね。開催される時間とスケジュールが、限定されてますので、お知らせのところから確認してみてください。6時を過ぎました。開催中になりましたね。早速やりましょう。とにかく早くゴールした者勝ちの、レースです。途中アイテムを取ると、試合を有利に進めます。折り返しまで行ってフラッグを、取り、戻ってゴールです。行くぜー。これは前回氷でめちゃめちゃやられたマップですね。これはルートを覚えているので、行けます。結構行き止まりが多くて、引っ掛けなマップなんだよね。僕は前回ほぼ全部引っかかったんだけどね。間違えた。そうそう、こっちこっち。外れ。右。また外れか。最後に左。よっしゃ、フラッグゲット。限界通り抜けてきたお墓が、通れなくなってますね。ふわって、立ち合わせてずに済んだね。さあ、あと少し。ゴールしたんですけど。あれ？戻ったらゴールになりました。いいか。それでもう一試合。行くぜー。これは折り返しのあたりにローヤバーのマップですね。扉のスイッチを押すところで心理戦になります。リードされてますね。追いつきたい。チャンス、1位の人がやられています。よし、ここで放とう。失敗。あー、扉の前で悪魔待ってるじゃん。急ごう。よし、折り返し。また抜いた。これはキープしたい。取れそうなら取っていった方が有利ですね。あと少し。またかい。ポチッてから反応するようになった。こちらが報酬一覧です。1位が100ポイント、2位が50ポイントもらえます。報酬でもらえるミサイルくんはこんな感じ。右がスキンチェンジ後です。今回は再開された青鬼レースをやってみました。6月14日まで時間帯限定で開催されますので、お見逃しなく。それでは動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。